どうも、ジャシニアの須貝です。最近ですね、フォアさんから呼ばれてるあだ名があるんですけども、最初ですね、ジャシに入った時は普通に須貝さんっていうふうに呼ばれてたんですけども、そこからですね、まあ親しみを込めてだとは思うんですけど、やすしっていうふうに下の名前でも呼ばれてたんですけど、まあ、そこからこう名前がですね、呼ばれる名前がどんどん変わっていきまして、その後で須貝やすしからやすお、次やすおっていうふうに呼ばれましたね。やすおって呼ばれた次が、なぜかこうジョリーって呼ばれるようになりました、ね。急にそのまあこうひげがジョリジョリするからっていうのでジョリーって呼ばれてたんですけど、あとはもうそこからもうかなりもう親しみが込められてですね、おっちゃんっていうふうに呼ばれるようになって、もう普通にもうおっちゃんって呼ばれるんで、お客様とかもたまにね、仲いい方とかを見ると、えってこうおっちゃんって呼ばれるんですねっていう感じで言われたりもしてるんですけど、で今日ですね、呼ばれたあだ名がまた新たにですね変わりまして、なんかおじえもんっていうふうに呼ばれるようになりましたね。なんか結構ドラえもんのなんとかえもんってつけて、結構小川さんいろんな人呼ばれたりもしてるんですけど、とと僕にもですね呼ばれるようになって、しかもそれがおじえもんっていうふうになんか呼ばれるようになったっていうね、かなりこうね、親しみがね徐々にこう込められてきてるのかなっていうのとね、すごい出世をばりに結構名前がこう変わってきてるなっていうので、まあ、次どんな名前呼ばれるのかがちょっと楽しみではあるんですけども、あとそもそもまあ出世をしていることになっているのかっていう、そもそもの疑問もあるんですけども、そんな感じで多分今後ね、こんな感じでいろんなあだ名で呼ばれ続けてちょっと変わっていくとは思うんですけど、まあ、その時のですね、その時の古賀さんとの関係性がよりこう現れていくのかなっていうふうに思ってはいるんですけど、そんなところでですね、今回もですね、悟りのお茶講座の、悟りのおチャンネルのですね、この神様に愛される一杯のお茶習慣のですね、本日はですね、7日目についてですね、お伝えしていこうと思うんですけども、本日はですね、目と目で会話するっていうところですね、このところですね、すごい心に残ってるエピソードがあるんですけども、まあ結構ですね、ずっと言われてたことがありまして、茶師にお手伝いに入った時からですね、ずっと言われてたのが、もうとにかくもう見といてねっていうことが言われますね。もう全部ですね、そのお茶を入れる時もそうですし、まあ、こう何かこう物をしまったりですとか、あとはもう掃除をしたりですとか、もうお客様とこう話をしている時とかも全て含めて、もうとにかく見といてねって言われましたね。で、まあ、一番はやっぱそのお茶を入れる時なんですけども、どういう手順で入れてるかとか、まあ、そういうのも含めてもろもろですね、もうとにかく一言でもう見といてねっていうことに凝縮はされてたなっていうふうには思うんですけど、じゃあその見といてねっていうのがどこまで見れてるかっていうところで言うと、まあ、正直全然見れてなかったなって今だからこそ思うんですね。例えばこの見といてねって言われた後に、じゃあそのお茶を入れてみてっていうふうに言われるんですけど、あ、じゃあ古賀さんこういうふうに入れてたなと思って、自分でこう思い出しながら入れてみたりするんですけど、例えばもうそもそもの手順がもう全然違ってたりですとかっていうのがあるんですね。例えばそのお茶を用意入れる茶器ですとか茶杯、あとはもうそういう茶会ですとかっていうのをちゃんと定位置に置いて入れる準備ができた状態でお茶を入れるっていうのを普段古賀さんがやってるんですけども、じゃあそのちゃんと準備っていうのもきちんとできてるかって言ったら、もうその準備ができてないままいきなりお茶を入れ始めてしまうっていうことが結構あったんですね。っていうので、もうその時点でもう待って待って見てないでしょっていうふうに、まあこう注意していただくということは何度もありましたね。っていうのもあったりですとか、あとは例えばじゃあ準備をしました、お茶を入れますと、じゃあお茶を実際に入れるってなった時に、そのお茶を入れる順番が違うとか、もう茶器を扱い方が全然違うとか、お湯を冷ますお湯の温度が違う、もろもろもう一つ一つ見てみても、さっきやったのを見ていたにもかかわらず、じゃあそれを再現してねって言われた時に、その再現ができないっていうことが
すごいあったんですよね。そう言われた時にちゃんと見といてねってそこでも言われるんですね。じゃあその見といてねって言われた時に僕は単に本当に物を見るというかだけっていうところで、でも自分の中で見てるつもりではあったんですけども、それが見といてねっていうところのどのレベルでできてるかっていうのが分かってなかったかなっていうところですね。で見るって言っても、その小賀さんがよく言われるんですけど、段階があると、例えば単に本当に見るっていう地位があれば、観察の観で見るっていう意味もありますし、あとはもう看護の観で見るっていう意味もあります。あとは視察の視っていうので見ると、いろんな見るっていう字があるんですけども、相手がその求めている、ここで言う見といてねっていうのはどういう意味で見といてねって言われているのかなっていうのを感じようとしているかなって言った時に、僕はもう全部そのただ単に見るっていう意味で受け取っていて、ただ単に傍観者的に見てしまうっていうことをしてしまったかなっていうのはすごい感じるんですよね。ってなってしまうと、お茶を入れるっていうだけでもやっぱそのちゃんとこう自分の中で見てるつもりってなってたら、いつまでたってもそのお母さんがやってた通り のお茶のですね入れ方っていうのはできないと思いますし、やっぱそれのいつまでたっても成長できないなって思ったので、じゃあどうしたらいいかなっていうのはずっとこう考えもしてましたし、教えてもいただいておいたんですけど、やっぱその時に言われたのは、相手がその時にどういう意図でですね、その見るっていうことを言ってるかっていうのを、まずはアンテナを立てていくということがすごい大事になってくるかなっていうところですね。例えばその他の小賀さんもそうですし、他の部署の方ですとか、お客様にしても、こういうことをしてくださいと、こういうお願いをしたいですっていうふうに依頼された時とかっていう時に、じゃあその意図をですね、相手がどういう意図で言ってるのかなっていうのをきちんとこう感じようとしているかなっていうところ、自分でちゃんとどこまでできるかっていうところですね。例えばこれお願いしますって言われた時に、相手はこれどういう意図でお願いしてるのかなっていうのを感じて、分からなかったらそれをすぐ聞くっていうことですね。っていうのを踏まえて、やっぱそこで相手が求めているものをちゃんと感じようとするところと聞いていくっていうところでちゃんとすり合わせていかないと、いつまでたってもやっぱ自分がその見ておいてねって言われても、はい見てますっていうところにとどまってしまうかなっていう感じですかね。だからもうちゃんともう相手のですね意図を受け身のままでいたら、やっぱりいつまでたっても自分は見といてねって言われても、はい見てますっていう感じの段階かなとは思うんですけども、じゃなくて、じゃあ相手が見といてねっていうことに対して、どういう意味の見といてねなんですかっていうのを、もう最初はもう聞いてしまうとか、ちゃんとそれを感じたら、こういうことですかとか、何か必要なことはありますかっていうのを受け身からどんどん積極的に感じていって聞いていくっていうことがすごく大切になってくるかなという、この7日目のミッションはですね、私自身のエピソードからはそういうふうに感じてはいますね。もしその積極性といいますか、自分から見に行くというか感じに行くっていうことがないと、そういった私みたいなですね、失敗みたいなのがね、してしまうかもしれないので、ぜひですね、そのあたり参考にしていただければなというふうに、思っております。ではですね、本日は、以上になります。ありがとうございました。